はい、今回も、ニューパス松さんやってるんですけども、これですね。実は前のイベント終わっちゃったんですよね。で、その結果を報告するのと、新しいイベント、スタートレジャーというのが出たので、これも後で紹介したいと思います。もらえるのは、イベントキャラで、フラッシュ対します。ブロック選択状況のピックアップガチャ。と、正月シリーズがもうちょっとやってると。で、まだメインの方全然進めてないんですけど、あー、ないね。あー、終わってしまった。あー、前のイベントのやつ紹介したかったんだけどな。ないな。しまった。ストーリー見れなかったな。確かね、結局わちゃわちゃなって、今年もよろしくお願いしますみたいな感じの、だったんですけどね。書き初めで。見れなかった。仕方ない。ちょっとこっちの方に切り替えていきましょう。今の曲はストーリーね。フラップん？おしゃれ。成人式。成人式の日にパチンコ行ってたのか。それは未来ある若者が大人という檻にとらわれる闇のイベント。闇のイベントって。闇に染まる。闇ゼロなね、市松兄さんに言われてもね。市松兄さん闇だね。闇ゼロなんだけどね。なんだ。あ、まずい重心しますが、目が成人式怖い。うわ、やばい。危ない。なんだこの曲。初めての曲だ。新曲になるのかな？これ。なんかのアレンジっぽいんだけど。なんだろう。まあいいや。スタートレジャーは、全、10ステージをクリアすることで限定キャラが、他に星を集めることで豪華賞品をゲット。まずイベントクリアでクラッシャー1発。ブロック1個、神松ブロックに変換。あれは嘘だ。なんかの、昔の、洋画だったね。あれは嘘だった。2個神松に変換。え、そんないいの？いいの？そんな強いやつ使っても。ブロック2個神松に変換って、これ、十四松のアイドルのやつと一緒だよね。そんな、いいやつ、いいの？はぁはぁはぁ。あ、進化するの？なるほどね、4から進化すると。でも、スキル数が多いのかもしれないな。そして、今回はですね、
ポイントを貯めるのではなく、ね、ストーリーを進めるという。ああ、なんかあまり成人式だね。普通にクリアするという。ステージをクリアするというだけなので、結構簡単だと思うんですよ。ゆっくりかけて、時間かけてできるので、多分簡単だと思う。にしてはこの難易度ね。いけるのか、果たして。よし。行くぞ。ドン。そして、縦のライン。俺の真の力を見せよう。ここ。さあ、あとは、なるべくコンボを組みたいから。これで。お、終わった。これは終わった。楽だ。これ楽。これは確実にゲットしたいね。あ、待ってよ。足りるこれ。星さん足りるかこれ。足りるよね、大丈夫だよね。こんなにあるなら大丈夫だよね。大丈夫そうだね。え、大丈夫か。ドキッとするけど。必要ポイントが多いな。あ、大丈夫か。わーやったー。大丈夫、足して。よし。クリアで普通に5もらえるんだね。はあ、ははあ、これはいいですね。自体内に指定ブロックを全部消そう。おお。ん？神圧ブロックが見えたぞ。あ、うっそ、すっごい減ってんだけど。え？何もしねえぞ。何もしねえぞ。何もしねえぞ。ワンダフルだ。これは、これは滅多にないことが起きましたね。お前ならできる。一旦でこれですよ。一旦でこれはない。今まで初めてだ。また管理圧ブロック使うかな。俺の真の力を。これは、角だな。何色？次どうする？すっごい降ってるな。管理圧ブロックを動かしても、あ、まあ消えるのか。消えた段階で減るから大丈夫か。考えているのか。じゃあ、えい。俺の真の力を見せよう。宝松兄さん。どっちがいいかな。どっちがいいかな。こっちでいいか。で、あとはこれ。お。はい、フィニッシュ。じゃない。よーく見たら上にあった。うーそ。足りっかな。あ、樹脂末出てきたし、まあ大丈夫か。ただ、
よし。もう一回壊さなきゃいけないから。よし。OK。あ、これはいけたね。これはよかった。もういいよ。もういいよ。ポイントたまっ、いや、ここちょっとバカにさ、神がついてこなくていいからさ、嬉しいけどね。ありが特大ホームラン。よし。いいね。こうやって進めていけばいい感じかな。じゃあ、結構楽そうなので、これ、まあ、裏でやります。裏で、とりあえず、手前まで行って、まあ、とりあえずクリア、銃がクリアしたところまで行きたいと思いますんで、そこまで一旦カットします。はい。やっとですね、こちら、10まで届いたので、ここはなんとかクリアしたいと思います。他の方のステージは、全部星3で、クリアしたんですけど、正直に言います。アイテム使いました。ここでアイテム使いました。神松と爆弾ブロックと箱ブロック3つ使いました。いくつ買ったかな？5個ぐらい使ってると思う。一度に全部使って、使った時は必ずクリアしてるので、これもクリアできなかったら使いたいと思いますけど、うーわ、何これ。ビール？ビールは何？ビールは落ちるやつか。何これ。ビールってアイテムは初めて見ますね。封筒と一緒なのかな？あ、一緒か。出たことあったか。このね、氷のやつはね、まだ、自分のステージは行ったことないんですよね。これ、隣り合わせの、いや、何でもいいんで、それを、ぶつけると、氷が溶けるんですよ。一段階。大体一段階溶けるんです。一段階で全部溶けきるんですけど、これ二段階のバージョンがあるので、2段階の場合はもう一回当てれば解けると。この仕様に初めて知った。あ、おー、わー、いっぱいあるな。目的が多すぎる。29ターン足りるのかこれ。足りない気がする。全然足りない気がするけど、せい、なるべく一旦に一個は壊したい、壊していきたかったけどダメだった。あ、ミールゲット。あとは？手紙と？手紙。待って、手紙が、ここで？次どうする？財布は上か。うわぁ。そんな遠いところに置かなくてもいいっしょ。
その後17マス連盟。なんとか組み合わせたいけど、もうこれ組み合わせるしか。考えているのか。星さんを狙う術はないんだよな。真の力を見せる。すごいね。これどっちだ。あー上がかけちゃったよ。難易度が 高すぎる。これは積んでるな結構。延命してもね。でもなんだよな。失敗しちゃった。これはち厳しいな。2回やってできなかったらアイテム使おう。頑張りマッスルマッスル。もう一回このまま行ってみる。またこの動画を使った方がね、確率高いんだけどね、クリアできる。融合発表したいな。よし、注射ドゥン。さすがマイブラザー。次はん、俺の真の力を見せよう。さすが絡まず兄さん。これでゲットできるかな。よし、あとは手紙だけ。これはいけるかもわからない。
しかしてもしかしての可能性がある。クラマス兄さんの色貯めるか。となると確率が高くなるのはそっちかな。次どうする？もうおいちゃんが壊しておきたいな。あ、よし。俺の真の力を見せよう。なに？フィニッシュ。これでいけるか。さあ、ペオするのか。いけるか。足りるかな？ギリ切るか。わあ、微妙。わあ、やった。微妙だな。よし、いった。よし、ノーアイテムでいった。よし、最後はノーアイテムだ。よしよしよし、コンプリート。あ、イベント。やろうぶ。やろうぶクラッシャー。あれは嘘だ。嘘なんだ。やめるんだブラザー。姿勢あ、何目の前でやってんの。ドン引き。あれどうする。ロス兄さん、あの武器持ってきっと大丈夫だよ。説明書読んだ。やりすぎちゃった。照れてんの。ヤジが増える。あ、式終わったんだ。やっぱやっぱーい、やっぱーい、やっぱーい、やばいやばい。よし、全員退却。成人式怖い。よし、全部クリア。おゲット。お、イベント報酬もゲット。すると多分さっきのやつが見えるんだよ。あ、多分ね。はい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 。なるほど。新クラッシャー1末を手に入れることで、ブロック2個を噛みませんかね。よし。クリアしました。使ってみましたけど、1、2時間でクリアできますんで、クリアできるから結構楽。このイベント続いてほしいね。すごい楽。キャラも手に入るしお得。
ちょっとさっき紹介しなかったんですけど、チョロマツニーターのね、これも紹介しとかないと。初動チョロマツ。手に入れませんでした。こっちのね、ブレーパーカーは手に入れましたけど、ラグランパーカーは手に入りませんでした。そこまでちょっと足りなかったもので、頑張ってここまででした。20万食べれなかった。これが確か4万だったかな。 2万か。2万だったか。いや、2万じゃない。1、2、3、4万人だ。4万だったな。ブロック選択状況1回。今日のアジェンダはできてるよ。アジェンダいってるね。ブロック選択状況だからな。持ってるからな。いや、こっち。クラッシャー市松。あれをさ。養わないと危険だよ。あ、じゃあ養うわ。こっちは。新クラッシャー市松。ちょっと待って。服装。こっちは？うん。なんかサバイバルな感じです。だけどこっち、なんかすっごい痛いんだけど。クラッシャー、ある意味クラッシャー。スパンコールだね。カラマツボーイズ入ってるね。養わないと危険だよ。ああ、やっぱり養うわ。養う方がいいわ。あ、まだし。なるほどね。はあ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 。まだスキルは変わらないんだね、ここまでは。スキルは1なんだ。まだ。最後まで上げることで上がるのか。進化してしまった。おお。このニヤッとする顔いいね。消費するコインも少なくていいね。梨とね、お金貯めすぎっていうね。全然使ってなかったよ。これで2個になるんだよな。かなり強くなったと。おお、痛いな、服装が。お、ほらほら、来た。ブロック2個、神松ブロック2個。いいね。これはパーティーに絶対入れた方がいいね。あえて入れてみよう、ここに。よろしく。で、さっきのチョロマツ兄さんもちょっと進化させてみよう。もしかしたらスキル変わるかもしれない。新品ライジング。にゃーちゃんかな、これ。ケツって書いてんだけど。しこまつって書いてるぞ、ここに。新品の下に。自分で書いたのか。最終進化完了。あ、一個のままですね。残念。やっぱりもう一個の方がラグランの方だったか。そこは残念だな。プロチマスさん、でも強いよね。強いよね。2個かみます変化だから。場面によってはかなり疲れると思う。この組み合わせ行ってみるか。1個だけでもクリアしてみよう。
星。あ、初めて聞いた。うわ、ちょっと待って、これは中に紛れてんだろうな、多分。うわ何してんの。なんじゃこりゃ。これは多分紛れ込んでるんだよな。あ、来た来た来た。取りたいんだけど、あれを取りたいんだけど、あ俺悪くないし、うん、市松兄さんは悪くない。自分のパズ、自分のねパズルを見せただけ。ち、めんどくせえ。ここでしょ。ちょっとキャラだけ紹介できたのと、新規イベントとして、クラッシャーはクラッシャー市松ね、新クラッシャー市松、結構強いので、ぜひ、皆様ゲットしていただければと思います。可愛いしね、ニヤッとする顔が可愛い。というわけで、今回はここまで。